まさき、マイク、キッド、気になるテレビ、MTV! さあ、今週も始まりました。まさき、マイク、ルビーの気になるテレビ、MTV のスタートです。この番組は、マイケルとまさきとで気になるエンタメを、まさきが気になるクラブ、そして私、ミュウとまさきとで気になるスクールを紹介する番組です。イエーイ、ということで、はい、今週も盛りだくさんで、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、では早速スタートでーす。イエーイ、行きましょう。いただいております。先週に引き続きましてミス・ケリーさんです。よろしくお願いします。ケリーめでとうございました。はい、ということで早速、先週はそうですね、素敵なダンスを、はい、十分堪能させていただきましたが、今週も、はい、ケリーさんのことを知りたい僕たちがいろいろ質問して、はい、ダンスレッスンもありますよ。ぜひベリーダンスに興味がある皆さん、ぜひですよ。はい、では、今日はではテレビをご覧いただいて、初めてご覧いただいた方に、少しプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、ケリメという名前はアラビア語ということで由来をされているそうです。10代よりシンガーとして活動した後、2003年札幌でソマーヤに出会い、ベリーダンスの道へ進まれます。レストランショー、クラブイベント、企業パーティー出演や国内外有名ミュージシャン、アーティストのコラボレーション、トルコ、イベント、スペインなどの、海外での経験も多数です。エレガントでユニークなターキッシュスタイルを得意とされております。現在東京、大阪を行き来しながら行進ダンスの育成に励む傍ら、東京、銀座、上野、大阪、心斎橋のトルコレストランで、レギュラーダンサーを務めていらっしゃいます。イエーイ、すごいナイス。エリメさんです。はい、引っ張りだこだね。引っ張りだこですね。Yes. 今日もね、さっきまで東京でされてたんですけど、今日またおレッスンがあるからということで、大阪に、はい、来られたら、yes. 空き時間に、はい、出演いただいております。おかげさまで。では早速、ケリメさんのことを気になる僕だから質問していきましょうか。Yes. マイケルからどうぞ。どうしようかな、うん、そういえば思ったんだけど、僕ベリーダンスは鈴がついてるものだと思って。今日は鈴じゃない、ね、今日は鈴じゃないね。この間もそういえば鈴じゃなかったよ。なんか普段レッスン活動内容、例えば今プロフィールでレストランとかでっていうことでしたけども、はい、どういったレストランで、あ、はい、大阪ですか、心斎橋のナザールというレストランです。ナザール、はい、ナザールです。ナザール、ナザール、はい、ナザールがこのお守りの名前なんですけども、はい、のナザールという心斎橋のレストランで土曜日を撮らせていただいています。わお、出会い、はい、美味しい料理を食べながら、はい、ケリメさんがすごく楽しめるっていうことですね。最高、素敵ですね。ベリーベリー、僕はトルコ風アイスを食べながらこんなやつでしょ、伸び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 やつ。なるほど、そうですか。じゃあ僕から質問いいですか。はい、では、普段、生徒さんもいらっしゃるということですけども、はい、主にベリーダンスに習われた方で、おいくつぐらいの年代の方が多いですか？そうですね、20代前半から40代、はい、50代の方まで幅広く生徒さんもすごく年齢が幅広くて、はい、ですね、はい、
なんかあれですか、初級コースとか上級とか分けてらっしゃるんですか？あ、はい、私の今のクラスは基礎のクラスと、はい、振り付けのクラスが2つです。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ基礎のコースということなので、基礎マイケル、yes. あのそろそろ今週も僕のもう恐怖のダンスレッスン、ダンスレッスン、yes. 行きましょうか。でもその前にちょっと、はい、ねえお手本を見せてもらいたいな。あ、そうですね、そうですね、出てました、失礼しました。ちょっと見てみようよ。ぜひ、ではキリメさんのダンスどうぞ。どうぞお楽しみください。おお、すごいですね、この腰の動きが。すごいすごい。すごい、しなやかですね。ねえ、うん、すごい。なんでこの、この動きができないので、ずっと見ろ、この腰なんて、どうなってるの、ね、なんかこう、上と下が違う生き物だよ。はい、ありがとうございます。素敵なダンス、今週も楽しませていただきました。贅沢でしたね。ありがとうございます。後ろからこうやって見ることはないからね。だいたいそうだね、前から後ろから、ね、あの質問なんですけどいいですか？あの上半身と下半身がすごくあの別の動きをしているようなあのイメージなんですけど、はい、これはどういうトレーニングをされているんですか？はい、これはアイソレーションと言いまして、はい、まずは上半身だけを回していたりとか、で上半身を止めて腰の動きを練習していきます。はい、これがでは基礎中の基礎なんですね。そうですね。じゃあちょっとだけ教えてもらってもいいですか？ Yes.ではマイケルからいきましょう。Oh my god! OK! はい、じゃあマイケル、まず腰を横にスライドさせていきます。真横にスライド、はい、あ、マイケル上手です。いいじゃん、いいじゃん、マイケル。 Thank you! さすがっすね。膝を緩めて腰の角度を変えていきます。それがわからない。肩を止めて、それがわからないよ、うん、どうですか？うん、上手です。こう回すのではなくて、横上下に上下に絶対俺無理よ。Oh my god! Oh my god! 僕はもうこっち系なんで、もう Oh my god! すごい。はい、じゃあありがとうございます。もうちょっとレベル落としていただいていいですか？難易度高かったよ。はい、難易度高かったよ、今の。あ、先生、前に行くぞ。ダメじゃない、全然あかん。何腕とか肩とかで分からへんの。アップダウン、アップダウン、アップダウン、アップダウン。きついですねこれ。横もうね、スタッフはもう転げ落ちてますよこれ。ここね、はい、クス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 ね、ほんまもうやりにくいわ。ありがとうございます。結構大量が入れますねこれね。おーということで、うん、今日も時間がなくなってしまったので、はい、今週のコーナーこの辺でということで、okay. 来週もキリメさんに登場していただきますので、yes. はい、では今週の Yes, Michael まさきの気になるエンタメ M エンタメ TV、 今週はここまで。Thank、また来週。 See you next week. バイバーイ。スタジオセブンから駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で、さまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、今週もやってまいりました、まさきの気になるクラブのコーナーです。
さあ今日は先週に引き続きまして天満橋に拠点を置かれております天満橋クラブの代表でもあり NPO 法人夢プラン研究会の理事長もされております村上さんにゲストでお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあさあさあ NPO 法人夢プラン研究会、はい、これはどんな研究会なんでしょうか。そうですね、はいはい、あの若い方々がねいろんなテーマに沿って、はい夢を叶えていくという、はい、そういうことが中心として、はい、あの活動している団体なんですね。素敵ですね。夢があるの、はい、本当にいいことですね。あの毎月第3木曜日の、うん夕方の7時から、はい定例会っていうので、はい皆さん集めていただいてるんですけれども、はい、その中でねサークル活動そういうのがございまして、はい、そのサークル活動の中で皆様が一生懸命1ヶ月を過ごした内容をね、はい、その定例会で発表させていただいております、はいはい、先月頑張ったこととかこんなに取り組んだよっていうのを皆さんに発表し合って、はい、ということですね、ええ、ちなみにこの、 あのイメプラン研究会にご参加されている皆さんの年齢層って失礼ですけどもどんな世代の方が多いでしょうか。そうですね、はい役員さんでは40代、はい、50代、60代なんですけど、はい全体を通したら20代から50代、それが中心でねあの頑張っております。もう年齢にとらわれず若い人も大人の方もみんな一緒になって頑張ろうっていう会ですね、はあ、若い方では大学生を入れて、はい、あの今学生会というのを正解はい、立ち上がりまして、はいこれからアベノハルカスで、はい、いろんなイベントを繰り広げて、はい、行く予定となっております。わかりました。もうますます活動が、ねね、活発になればいいですよね。あの天満橋クラブの代表も務められてて本当にお忙しいと思いますが、はい、あのお体に気をつけて、はい、頑張ってですね、あのますます、はいはい、活発にクラブを盛り上げてください。ありがとうございました。またあの先でぜひあの活動内容などをご紹介いただけたらと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、このコーナーでは、大阪塚のおしゃれスポットに、気になるクラブなどを、潜入していろいろご紹介をするクラ、コーナーでございます。では今日は、先週に引き続きまして天満橋に拠点を置かれております NPO 法人夢プラン研究会の理事長でもあり天満橋クラブの代表もされております村上さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではそれではまさきの気になるクラブは今週はこの辺でお別れです。バイバーイ。はい、始まったよ。始まりました、うん、今日はなんとテーブルがないです。そうなんです、はい、なんということが起こるのでしょうか。でしょうか。はい、はい、始まりました、はい、まさきの気になるスクールのコーナーです。はい、はい女性に気になる、美容と健康、はい、それから趣味の世界、あと子育てとか、うん、いろいろあるでしょう。子どもの大事なことね、はいはい、それを、お勉強一緒にしていただこうと思ってね、はい、今日も素敵な先生をお呼びしています。今日はなんかみぐさんニコ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 朝からテンションが高ぶってるようですけど、なんかあったんですか。そうそう、はい、しかもねリチャードね、お家に今日お留守番。あ、今日忘れてきたんですか、うん、忘れてきたんじゃないの。それどころじゃないの。リチャードどころじゃない。もうそれよりも時間をゲストさんに割きたいと、はい、いうことですね。と言いますかですね、実は今日のゲストは、はい、お初めての男性ゲストさんということです。そうなんです、はい、そうなんです。しかもイケメンです。お確かに必見ですよ皆さんね。2人ともイケメンです。はい、じゃあねちょっとご紹介いたしますね、はい村田先生お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いいたします。はい、見ての通りね体育の先生、はいはいはい、そして非常にイケメンです。え
はい、今日はダブルイケメンでね、とても嬉しいんですけれども、はい、じゃあ村田徹先生のことをね、少し紹介させていただきます。はい、はい、大阪青山大学健康科学部子ども教育学科の准教授であられて、はい、はい、ですね、20年間ね、公益法人職員としてお勤めされていたんですけれども、なんと42歳の時、はい、はい、兵庫教育大学の大学院をもう一度勉強しに行かれまして、はい、それで教職の道をというか教育現場に来られたという、はい、ちょっと不甲斐な先生です。はい、そのあたりのことをね、今日は先生を丸裸にしてみたいと思います。そうなんですか。はい、裸に。はい、はい、素敵な先生です、はい。よろしくお願いします。お願いいたします。でね、先生と私との、まあ、関係、はい、関係っておかしいですね、はい、行きましょう、関係です、はいはい、ね、先生あちこちに呼ばれて、はい、子どもの子育て講演会とか、はい、スポーツ指導の研修講師されているんです、はい、もちろん大学できちんと教えておられるけど、はい、それ以外にっていうことでね、うん、で奈良県にある、教育委員会が主催した1000人規模のね、はい、親と子どものスポーツ そのセミナーがあったんです、はい、そこにちょっとねアシスタントでちょろっと、はい、連れて行って、はい、いただいたのが、ね、すごく楽しかった、はい、そんなお話をね今日はちょっとね聞かせていただきたいと思います、はいはい、じゃあまず先生どうしてその長く勤めておられたお仕事を辞めて、はい、今こういうふうにされているのかな、来ましたかそこ、はい、はい、はい、実はまあ体育館ですね、はい、子どもの運動教室をやってまして、はい、まあ、30人いてたら、はい、27、8人はですねもう早く来て、うん、体育の部屋をねずっと走り回ってるんですけども、はいはい、中にやっぱり、3人ぐらい、入り口のとこでお母さんにね、はい、この嫌やとかですね、ありますよね、なんか嫌々事があったら、そこまで行くんやけども、うん、最後の一歩が行かれへんと、行かれへんと言うわけですね、うん、はい、で、最後お母さんは何を言うかと言ったら、はい、もうここまで来て、何言ってんの、最後にね、終わったらコンビニね、好きなもん買ってあげるから行きや言うて、押し押し込められてる子供がですね、うん、おられまして、ただまあ、あまり気になってなかったんですけども、はい、あ、そういう子もいるんだなと思った時に、うん、ふとこの子たちがどうしたらいいかなというふうに、まあ、ちょっとだけ自分に対して問題定義を自分で持ちまして、で、まあ、レッスン、まあ、60分としたら実は10分余った日だったんです、うん、どうしましょう10分余った日、はい、だいたい子どもの、ね、教室って保護者の方がね、はい、周りを囲まれてて、はい、ね、ずっと、見ておられますよね、プレッシャーの中を進んでるんですけども、そうそうそう、まあ、苦し紛れに、はい、残り10分好きなことしてもいいよって言ったら、はい、その行くの嫌やって言ったら子ほど生き生きと体育館なんか走り回ってたんですね、うん、でもうその瞬間にちょっとこれはと思って、ひょっとしたらこういう状況を初めから作ったらいいんちゃうかって、うん、まあ、まだ気づきまして、はい、はい、で、どこで勉強したらいいのと思いまして、まあ、本読むのもいいし、セミナー行くのもいいし、でもそれでも、まあね、ちょっと物足りないと思った自分は、うん、その授業をやめまして大学に行ったということですね。すごい転身でしょ、すごいでしょ、子どもの教育っていうことに関してね、はい、熱い思いを、愛のある指導をされている先生なんです ね、はい、うん、ね、子供、最近の子どもって自己肯定感とかがなかなかなくて、そのあたり自分を認めるっていうことからね始めるにはこういうことも大事かなっていうことなんでしょうか、ね、あ、そうですね、はい、僕が、まあ、大学で勉強して行き着いた結論は、はい、運動遊びというちょっと聞き慣れない名前ですね、はい、要するに運動と遊びの、まあ、ミックスした活動なんですね、うん、それがいいんじゃないかなというふうに結論付けました、はい、なぜかというと、はい、遊びって皆さん2人どう思われます、どんなイメージがあります、遊びって言ったら遊び、意味がないんちゃうかとかね、なんかそうですね、自由気まま、自由気まま、うん、なんか遊びばっかりしてたらなんか怒られるとかね、なんかこう、はい、罪悪感ちょっとね、はい、はい、今宮先生がおっしゃったんですね、はい、自由気ままとかいうキーワードで、はい、それって言い換えたらね、はい、自己肯定なんですね、いい格好しなくていいんだというような子供が安心感を持つ、まず遊びとかね、活動、
そこに運動というんですか、今日のね、この番組の健康というのがあって、やっぱりその運動不足解消に、はい、早くもやりやという押し付けの活動よりも、子どもたちが、あ、これでええやというような、まあ、遊びの方がいいだろうというふうなことを、まあ、行き着きまして、それを、まあ、今普及活動しております、はい。でも子どもだけが遊ぶんじゃなくて、そこに親であったり、はい、あの大人が関わって、はい、共に愉快で入れたら一番いいですね。そうなんですね。あの今ご存知ですか、メタボリックシンドローム、はい、の人に知ってます、はい、あの40超えたら、はいはい、保健師に、はいはい、メジャー働くというね、はい、男性85センチ、女性90センチあったら、はい、もうちょっとね、生活習慣ずれてますよ、はい、ということなんです、はい、お二人はまあ、多分大丈夫ですね、はい、大丈夫かな、はい、で、ね、大人もそうですね、はい、そのメタボのために運動しようとか歩こうってなかなか、はい、できませんよね、これね、はい、ところが、あの年頃のお子さんがおられると、はい、でお子さんも運動不足、うん、親も運動不足、はい、じゃあどうしたらいいのかと、なりますよね、一緒にしたらいいんですよ。ね、そうですね。そういうことですよね。はい、あのあれですよね、先生、なんか、はい、教育の現場でも、はい、今までやってきた体重じゃないな、はい、体力測定がちょっと変わってきてるみたいですよね。変わってきてもそうなんですよ。うん、はいはいはい、今まで我々の時代にね、あった座高と、うん、はい、幼虫検査、40ペタ、あれ2つがなくなったんですよ。はい、ところがね、新しく5つ増えたんです。2つ減ったけども5つ増えたということなんですね。体を動かすことですか。あ、そうです、はい、じゃあちょっと実際ね、やっていただいたらと思うね。一番大事ですね、はい、でそこでね、もう一人のイケメンをお呼びしております。お呼びしております。はい、立水雄一さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞ入りください。はい、よろしくお願いします。イケメンでしょ。とてもイケメンです。イケメン、イケメンなので、自分で説明していただいた方がいいかなと思って、自己紹介お願いします。はい、まあ、僕はその岩田徹先生元気キッズクラブで外遊びの活動を昔していて、そこに僕が参加していたんですよ、うん、そこの元気キッズクラブがあれと、なんかいつもの僕が思ってる教室と何か違うなとビビッと感じまして、うん、ただね、自分の言葉で説明できなかったんですよね。うん、岩田徹先生、先ほども大学院に行って、今みたいに理論が言えるんですけど、うん、僕はまあ全然言えなかったんで、岩田先生に相談したところ、大学院という手があるよと。うん、そこで僕は保護者に、親に、大学院に行きたいという説明と説得をして、うん、で、大学2年間、こういう子供の運動遊び、外遊びを、学んで、で4月からこういう活動をいろんなところで私たちと共にやっていく次第です。はい、すごい。わあ、すごいですね。そうですね。はい、じゃあ実際にこの体育の、うん、形変わったり、そうですね。はい、やってみてみたいでしょ。ね、もう長らくやってませんから、はい、子供になってやってみって、ってね、できますか、マスミさん。やりました。もう子供に、ゆうじくんもやりました。子供に、はい、で、はい。はい、まずですね、はい、手を横に広げてください。はい、いますか。これ簡単ですよね。これだけじゃなくて、はい、はい、じゃあ片足立ってください。片足立ち。片足立ちもいいですか。はい、いいですよ。片足立ち、ね。はい、じゃあ5秒ね。5秒。1、2、3、4、5。はい、あ、これもいけた。安定感抜群。素晴らしい。素晴らしいです。はい、はい、これが大事です。ね、もう一個あるんですよ、うん、ね、はい、はい、じゃあお二人とも手をまた前に出してください。はい、はい、ね、はい、じゃあ足ピタッと閉じましょう。閉じます。はい、いきます。じゃあそのまま下がんで、おっと、はいはいはい、はい、なんかグラグラしますよね。出しますよね。はいはいはい、お手に出してもらえますか。はいはいはい、はい、じゃあ立ち上がってください。はい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 、おお、あ、そうか、ちょっとグラつきましたけど、ちょっとグラつきましたね。安定感、さすが、さすがです、はいはい、これ、どういう意味があるんでしょうかね。どういう意味でしょう、はい、そうですね、やっぱり今先ほど言いました遊びが減っているということが意味ですけども、はい、実は、例えば子供って好きじゃないですか、うん、ね、で、通ったらありますよね、はい、その時にジャンプします、はい、しゃがんでますね、はい、そうすると、先の2つ目のテストはこれは、普段からジャンプして足をこうやって曲げるような動作してますかということですね、はい、で、このふらつきがあるかどうかっていうのも、例
形だったりするような機会がありますかっていうことなんですね、はい。で、そういうのなければ今ね、ぎこちない子どもってよく言われてるんですけども、はいはい、保健室の先生が、うん、なんでこの子手つけへんの顔っていうもう毛だらけやんっていうね、うん、いうそういう声が文科省に行きまして、うん、ようやく、この4月からね、公立の小学校中学校ではこういう人をしましょうということに今落ち着きました。始まってます実際ね、はい、どん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 やってほしいですよ ね、 そうですね、はい、でもこのテストがあるからではなくて、はい、お父さんってあんまりほら、はい、遊び方って知らないじゃないですか、はい、ね、どうしてもその、はい、女性だったら、はい、お母さんだったら体も小さいですし、はい、筋肉も弱いのでね、うん、男の方のイクメンパパたちの出番かなって私なんか思うんですけれども、うん、はいはい、その遊び方を丁寧に教えてくださる。あ、そうですね、我々の活動はそうですね、そうですね、はいはい、そのような活動されてるみたいですね。よくわかりました。でね、はい、とってもお二人とも体型がいいでしょう、はい、子供たちとね、こういろいろやろうと思ったら、うん、筋肉トレーニングも必要になる。パパも体力がないよね、はい、そうですね、そうですね、そうなんです。中村、ごめんなさい、村田先生、いいですよ、いいですよ、間違っちゃった、書いちゃった村田先生なんてね、某、うん、筋肉の美しさと強さを競うね、うんうん、コンテストで、私ファイナリストなんです。すごい、ありがとうございます。私も出られる、ポロシャツのもう、ね、上からももう見習わなきゃ、ね、いけないよ、見習わなきゃいけない、本当に、はい、すごい、はい、で今日はまあこういう風な形でね、素敵な先生に来ていただいたんですけれどもね、はい、まあ、ママとかそれからパパとかイクメンパパをこう目指してね、ちょっとトレーニングを一緒に積まれてみてもいいんじゃないかと思います。はい、パパも一緒に、子供と一緒に遊んで、はい、知らないうちにイクメンになろう。そうそうそう、そうです、はい、遊んでいたらイクメンになった、そういうことですね、うん、はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあ、ミュートマサキの気になるスクールはこれで終わります、ね、はい、あ、最後に最後に、はい、せっかくなので、そう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 、先生にメッセージをいただきましょう。はい、ごめんなさい、はい、では一言だけ、公園ぜひパパママ、お子さんと一緒に、体を動かして遊んでください。お願いします。はい、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では、コーナーはここで、はい、終わりとなります。はい、今週も素敵な先生にゲストさんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。マイケル、マイケル、マイケル、はい、ということは、はい、エンディングですね、はい、はい、ということで、はい、今日の放送はここまで、はい、ということで、はい、まさきミューマイケル気になるテレビ MTV、 また来週、また来週、See you! Woo!